Walking down the street on clouds instead of the concrete. I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care cause I am home. キャンプやってみたいなって思ったけど、実際行くとなると、いや荷物の量えげつないなとか、これだけの荷物揃えるのも大変だけど、保管しておくスペース、うわー自分家にはないなって諦めてませんか？他人事みたいに言ったんですけど、何を隠そう、これが私自身前々から思っていたことでした。キャンプって始めるまでのハードルが高すぎますよね。そこでたどり着いたわけです。バックパック一つでキャンプできたら、荷物もコンパクトに収まるし、後片付けも楽だし、一石二鳥じゃないかと。このバックパックスタイルであれば徒歩キャンプだってできちゃうんです。中に入れてる道具1から10まで全てお見せします。ラキャンピン、こんにちは、たくむです。私は1ヶ月に4回以上はキャンプ行くようにしてて、複数人でのオートキャンプももちろんするんですけど、それ以上にソロキャンプで荷物をとことん減らしたスタイル、ブッシュクラフトだったり山登りで使うような道具を使いながらキャンプすることが多いです。そんな意味で少ないキャンプ道具をとりあえず集めて、まずはキャンプを始めたいと、そういった方にはこの動画はめちゃめちゃ参考になる動画になっています。バックパックの中に入る道具で、キャンプが完結するように網羅的に道具を紹介していきますんで、少し長くなっちゃうと思いますけど、初心者さんから面白い道具ないかなって探してる上級者さんまで、きっと新しい発見がある内容になっています。ぜひ最後までチェックしてみてください。で、今回紹介する道具は全て概要欄にリンク貼っておきますので、気になったらそちらから飛んで吟味してみてください。まずキャンプといえばテントです。あなただったらどうしますか？ちょっとキャンプしたいんだけどっていう友達から、ねえねえテントってどんなテントを買えばいいの？そう聞かれたら結構困りません？そう、テントってめちゃくちゃ種類あるし、一つ買うだけでも数万円とか普通にしちゃうじゃないですか。そんな中でじゃあおすすめするって言っても、いや全部使ったことないしわかんねえよとなっちゃうんですけど、私がもし聞かれたらどう答えるか、これ実は一択です。それが、こいつとかもそうなんですけど、自立型のダブルオールテント、この2つのチェック項目、これを満たしているテントっていうのがベストだと考えています。テントっていうのは大きい括りで分けると、主に2つの要素があると考えています。1つが自立型、ペグを使わなくてもポールだけで立っちゃうよっていうタイプか、非自立型、ペグを使わないと空間が出来上がらないよっていうタイプか。2つ目の要素がシングルウォール、テントの壁が1枚だけなのか、ダブルウォールって言ってポールなんかで立てたテントの外側に雨とか悪天候に強いようなフライシートっていうのをかぶせてテントの壁を2枚作りますよっていうタイプなのかです。そのそれぞれ2種類の組み合わせによって、4通りに分かれるんですけど、私の中で初心者さんはまずこれだよっていうのがポールだけで立っちゃう自立型のテントで、かつインナーテントとフライシート分かれてるような、2層構造のテントです。では自立型でダブルウォールテント、なぜそういう構造がいいのか、これについてさらっとお話します。ダブルウォールテントの良さなんですけど、想像してみてください。ペットボトルに入ってる水と真空のマグカップなんかに入ってる水、あなたが水の気持ちになった時にどちらの方が快適だと思いますか？後者の方が圧倒的にいいですよね。簡単に言えばこんな感じです。2層の生地があることで間に1つ空気の層が入るんですよ。それによってテントの外側の冷たい空気とテントの内側、人がいるんでやや暖かい空気、この間の寒暖差を埋める、緩衝材のような役割を果たしてくれます。特に標高が高い場所とかだと外気温ってすごく冷え込むことが多いんですよ。対してテントの中って人が生活してるんでやや暖かい空気がこもります。この温度のギャップが大きければ大きいほど結露って呼ばれるんですけど、水滴がめちゃくちゃついちゃうんです。よって私はダブルウォールテント、こっちの方がいいんじゃないかなと考えています。さらにインナーテントの外側にフライシートかぶせてるんですけど、若干インナーテントより大きいんですよ。お家でいうところの玄関みたいなスペースが確保できます。もし雨が降ったり結露がすごいなっていう時は、ここに濡れたらいけないもの入れたり、あとはバーナーで料理をしたり、そんなこともできちゃいます。これが私がダブルウォールテントをおすすめした理由です。そして2つ目、自立型のテントなんですけど、ポールだけで立ってくれたら設営が楽です。純粋に自立しちゃうから一人で立てやすいっていうのもあるんですけど、そもそもロープをつないでペグを地面に打つ、この工程が少ないことが多いんですよ。だから工数的にもものすごく減ると。そんなわけで自立型がおすすめです。以上の理由から、私はバックパックキャンプで、このテントを使っています。山岳用のテントでアライテントっていうメーカーがあるんですけど、そこから出てるドマドームっていうテントです。
ぶっちゃけコスパはめちゃくちゃ悪いと思います。今年日本アルプス登ろうと思ってるんで、まあ、そこに持っていくようにね買ったんですけど、キャンプだったら本当に1万円とかぐらいのテントがおすすめです。有名どころで言うと、バンドクから出てるツーリングテント UV とか、あとコールマンから出てるツーリングドーム ST。さらに予算抑えたいなって方は、ウォークマンから出てるベーシックドームテント。5000円ぐらいで確か買えたんで、初めのテントはそのあたりがいいかなって思います。続いては寝袋、シュラフです。以前友達キャンプに誘って連れて行ったんですよ。1日目めちゃくちゃ楽しそうにしてて、うわこいつキャンプハマったわと、これは次もあるなって思ってたんですけど、2日目帰る時になると、ま、どうもしんどそうだったんですね。でそれから1年ぐらい経ったんですけど、未だに彼とキャンプはしていません。これ何が原因だったと思いますか？おそらくですけど私は睡眠だったと思うんです。まあ、2日目ね、起きたらあからさまにしんどそうだったんですよ。やっぱりアウトドアで寝るとき寝袋はケチらない方がいいです。まあ、そんなわけで私はモンベルの寝袋を使っています。これはモンベルのシームレスダウンハガー800のシャープ3と、このコンパクトさ、あと使えるシーズンも、まあ、3シーズン使えて、真冬でも上下ダウンを着込めば十分使えるような代物なんで、めちゃくちゃベーシックなアイテムです。これを見てるのが初心者さんだったら、やっぱり費用は抑えたいところだと思うんですけど、ここは頑張りどころです。ちょっと奮発してみてください。というのも徒歩キャンパーさんってリュックサックの中に寝袋を押し込んじゃう必要がありますよね。一般的に小さくなる寝袋ほどどうしても値段が張っちゃうんです。というのもシュラフっていうのは中綿に化学繊維が入ってるタイプか、ダウンが入ってるタイプか、この2つに分かれます。2023年、今の時点はですけど、化学繊維の中綿よりダウンの方がよりコンパクトになるんですよ。そしてダウンの方が高価なことが多いです。そんなわけでまず化学繊維かダウンで迷ったら、荷物減らしたければダウン一択です。さらに一口でダウンって言っても、どれぐらい膨らみやすいダウンかによってさらに品質が分かれています。俗にフィルパワーっていう表現をされるんですけど、これとかはダウンハガン800と、800フィルパワーの羽毛が入っています。650、900とかあるんですけど、じゃあこの数値が大きくなればなるにつれて圧縮しやすくなるんですよ。つまり同じだけの質量であれば数値が上がるにつれて大きく膨らむんです。だからバックパックとかに入れやすいこういうサイズ感のダウンシュラフはどうしても3シーズン用で3万円くらいはしちゃいます。私もいろんなキャンプ道具使ってますけど、寝袋っていうのは特に大切に使ってるアイテムなんです。まあ、率直な言い方をすれば、鳥を犠牲にして作った商品ということもあって大事に長く使う、これが寝袋というアイテムの、まあ、特性なのかなと思うんで、ぜひ奮発してみてください。寝袋の中であぐらをかける、そんなね動きやすさを売りにしているモンベルの寝袋や、あと永久保証で濡れに強いことを歌っているナンガのオーロラライトシリーズ、このあたりから選べばまあ間違いはないです。まあ、寝袋の動画はまた詳しく出します。見逃さないためにもチャンネル登録だけお忘れなく。次はマットです。思いませんか？寝袋はもう持ってる、マットなんていらないんじゃないの。私も始めた時そう思ったんですよ。ただこれに関しては絶対マストなアイテムです。バックパッカーたちのバイブル UFO 大全にもこんな一節がありました。断熱用のマットレスを使わないということは、ダウンであろうがダグロンであろうがスリーピングバッグの効果を著しく減ずる結果につながる。体の重みが背中側のダウンを圧縮してしまい、その下に何の空気の厚みもなくなってしまう。そうすれば保温効果はほとんどゼロに等しいのである。どうでしょうか？めちゃくちゃ説得力ありません？まあ、マットって一言で言っても実はいろんな種類のマットがあります。まあ、選び方については前の動画で説明していますので、よかったらそちらもご覧ください。今回はバックパックキャンプということで自動膨張式のマットレス、これを寝床用に使って、あと椅子の代わりにこのミニチュアサイズの EVA のマットレスを持っていきます。まあ、私のお尻を受け止めきれるかっていうとかなり微妙なんですけど、これぐらいのサイズ感です。焚き火の前なんかに引いて基本的にこの上で座ってます。寝るときはインフレータブル、まあ、単体で使うのであれば最も寝心地が良くて、まあ、R 値がサーマレストで 3.2 です。サーマレストで3を超えてたら結構あったかいんで、こいつで3シーズンは十分寝れるかなと感じています。で次がライト類です。ここでは必要最小限というか、こいつらがあれば夜の暗闇は怖くないと言える、まあ、信頼性のあるものだけチョイスしてます。告白させてください。実は私
LED ライトマニアなんですよ。まあ、昨日キャンプ用の LED ライトを数えてたらなんと21個ありました。まあ、その中からえりすぐったということで、ある程度説得力あるのかなと思うんですけど、どうでしょう。メインランタンとして使うのはこちら、ルーメナ2というランタンなんですけど、最大光量がなんと1300ルーメンです。キャンプ雑誌のライトコーナーでは、まあ、見ないことがないような2つ、レッドレンザーとゴールゼロなんですけど、こいつらがだいたい150ルーメン、レッドレンザーに関しては、まあ、ブーストモードっていうのが300ルーメンあるんですけど、言うて300です。1300、もうこれは桁違いな明るさです。まあ、もちろん明るさを買って今回バックパックに入れたっていうのもあるんですけど、実はこれ他の機能まであるんですよ。モバイルバッテリー忘れたなと思っても、スマホ 2,3 回は十分に充電できます。で、デメリットなんですけど、さっき紹介しましたよね、1300ルーメンって明るすぎるんじゃないかと、そう思いませんか。そんな方には朗報です。なんと最小光量は100ルーメンまで落とすことができるんですよ。その場合点灯時間は公式発表で100時間と書いてありました。さすがに本当か嘘か確かめたことはないんですけど、まあ、それぐらい持ちはいいランタンなんで、まあ、厳しいスタメン争い、これを勝ち抜いたのはこのルーメラというメインランタンです。で、ヘッドライトに関してはこちら、マイルストーンの MSG2 というモデルを使っています。詳しいあなたならブラックダイヤモンド、ペツル、レッドレンザー、そのあたりからチョイスしてくると思ったんだけどってちょっと不満かもしれませんが、夜間行動はしないキャンプにおいてはこのね、マイルストーンの MSG2 めちゃくちゃいいんですよ。何がいいって、これ中を見てください。小さい LED が9箇所に配置されています。まあ、キャンプって夜お手洗いに行くぐらいのことはあるかもしれませんが、その用途のほとんどは、自分のね、手元を照らすことが多いと思うんです。近距離をムラなく照らしてくれる、そういう用途にはうってつけです。光もこういう青色 LED から暖色、さらに目に優しい赤色の光まで搭載されているんで、シチュエーションによって使い分けることができます。ということで、ヘッドライトにはメイドインジャパンの会社マイルストーンから出てる MSG2 と、これをチョイスしました。想像してみてください。動物の糞があったり、そこから寄生したヒル、アリ、ムカデ、そんな虫たちが這い回っている地面、食器とかコップ置きますか。もし行きしのスーパーで買っていった雪見大福ポトって落としちゃったらどうしますか。まあ、ちょっとね、大げさには言ったんですけど、まさにそういうことです。そう、ローテーブルはあった方がいい。というわけで、ローテーブルの中で薄っぺらくて持ち運びも軽い部類、設営は一瞬です。いや、考えた人本当に天才ですよね。そう、万人に向けて声を大にしておすすめできるローテーブルってなってくると、やっぱりこのフィールドホッパーかなと思います。まあ、このチャンネルでは何回も紹介してて、そこから購入してくれた視聴者さんから、いや、あのローテーブルは本当に良かったよとか、教えてくれてありがとうっていうような声すごくいただいてるんですよ。フィールドホッパーの右に出る商品っていうのは今のところ見つかっていません。まあ、スノーピークから出てるオゼンライトなんかが対抗馬として上がってくるのかなと思うんですけど、なんせ部品がこんな感じで、これ組み立てないといけないんですよ。どれだけ慣れても20秒ぐらいはかかっちゃいます。私なんかは未だに1分ぐらいかかることもざらにあるんで、機能性重視というか、アウトドアでさっと使いたいんだっていう方はやっぱりこっちです。キャンプで使うシチュエーションといえば、ちょっとコップ置いたり、そういった用途ではもちろん使うんですけど、シングルバーナーを使ってちょっとお湯を沸かしたいななんていう時にも、この上にクッカー乗せることになるんで、あんまり地面が不安定だと、せっかく沸かしたお湯だったり料理が地球の肥やしになっちゃうんですよ。まあ、そんなわけで、水平な地面を確保するっていう意味でもローテーブルは一つあるとすごく便利ですよ。私はどれだけ多くのキャンプ道具を車に積んでたとしても、ペグとロープ、これを忘れた日にはテント張らずに帰ります。やっぱりテントの性能を最大限引き出そうと思うと、こういうロープとペグ、これは必需品になってきます。それこそいつ雨風に襲われるかわからない、それがアウトドアの危険であり、まあ、魅力だと思うんですけど、そんな時にこいつらがないと本当にどうしようもないです。今回ペグは V 字のペグをチョイスしました。すごい軽い割に表面積が多く取れるんで、抜けにくいと。ある程度柔らかい地面にはものすごく強いペグです。
あとは 1.5 メートルのロープです。ソロ用テントとかは 1.5 メートルのロープで近くにペグダウンすることさえできればフライシートきれいに貼れることが多いんで、経験上ね、1.5 メーターは8本ぐらい持っていきます。でハンマー、一応網羅的に全ての道具紹介するんで入れてますけど、ぶっちゃけマストではないアイテムです。使うのって設営の一瞬、それからペグ抜くときぐらいだと思うんですけど、相当地面が硬くない限り、こういうのって石で打てるんですよ。あと、ある程度押し込めさえすれば抜けにくいっていうので V ペグあえてチョイスしてるんで、キャンプ場の下調べで地面がめちゃくちゃ硬いとかそういう情報がない限りはハンマーは持っていかないと思います。そんなわけで軽量化をしたい徒歩キャンパーさんにおすすめなのは、こういうアルミ製の V ペグだったり、同じくアルミとかジュラルミンのピンペグ、あとテントタープによく付属してくるネイルペグとか、ああいったものだったら使いやすいかなと感じています。単道ペグいいんですけど、複数本持っていくとなるとちょっと重いかなっていう感じです。ロープはパラシュートコードっていうのを使ってて、 Amazon で調べたらめちゃくちゃいろんな種類出るんですよ。私は今まで6種類のパラコードを使ってきて、このタフグリッドっていうメーカーの米軍とかでも使われてるやつだったと思うんですけど、それが一番使いやすかったです。表面素材が良くってロープワークの時に結びやすいっていうのと、あと劣化してもあんまりよれてこなくて結構耐久性にも優れています。タフグリッドちょっと高いんですけどおすすめです。あなたは知っていますか？我々人類の祖先が遠い昔初めて扱った化学反応、これは何でしょう？それが火なんですよ。時代は進化してきてるんで、今我々が簡単に火を起こす方法、それがこのシングルバーナーです。キャンプ道具の大黒柱というか、荷物を削ぎ落としていくバックパックキャンプでもこれを持ってる方がいいよねっていうのがシングルバーナーです。キャンプといえば全ての料理を焚き火で賄うんだと、そういったイメージがあるかもしれません。ただ実際は全然そんなことなくって、例えばちょっと小腹が空いたな、インスタントラーメン食べようかなって時は、こういうねバーナーを使ってお湯を沸かすと、これが一番手っ取り早いです。キャンプの朝時間ないよって時なんかはもう焚き火なんか起こしてられないんで、このシングルバーナーの独占状です。でそんなシングルバーナーなんですけど、アウトドアショップに足を運んでみてください。 EPI、オプティマス、ソト、ジェットボイル、MSR、 いろんなバーナーありすぎて選べないとわからないから、ちょっと店員さんすいませんって言って呼ぶじゃないですか。おすすめのバーナーありますかって聞いたら、大概アウトドア好きな人ほどおすすめのバーナーって結構違ったりするんですよ。もう私もアウトドアショップで働いてたことあるんでわかるんですけど、岩谷がいいのか外がいいのか、もうね正直わからないんですよね。で気づいた時には私みたいに13個もシングルバーナー持ってるみたいな状況になっちゃいます。今回はバックパックキャンプでかつ初心者さんにもっていうことで、私はド定番のソト ST310 とこのモデルをチョイスしました。今は季節の春が来たということで、ドロップダウン現象って気温が10度を切るぐらいになるとちょっとずつ見られる現象なんですけど、その心配もあんまりないんですよ。だから ST310、シンプルなカセットボンベタイプをチョイスしています。万人におすすめできるものではないですし、私なりの選び方は以前の動画で解説してるんで、気になるなって方はこちらの動画もぜひチェックしてみてください。私はよくやっちゃうんですけど、カセットボンベもお忘れなく。普通にこれないと使えないんで。でアウトドア用のクッカーはもう安いのを選んでます。ダグの焚き火缶というシリーズなんですけど、蓋がね結構深さがあって、こっちはフライパン的な使い方もできます。さらに、こういうね取っ手がついています。まだ春先でちょっと肌寒いじゃないですか。焚き火料理をしながら暖も取りたいな、そういう時は吊るせるんで便利です。フライパン、さらに取り皿としても使える、吊るすこともできるっていうので、最近はアウトドアクッカー、このダグの焚き火缶しか使っていません。でここまでがキャンプ道具の大黒柱というか、いくら荷物減らしてもこれは持っとかないとっていう道具の紹介でした。ここからはマストっちゃマストだけど、そうじゃないっちゃそうじゃないみたいな、そういうアイテムをさらにスピードアップしてざっと紹介していきます。私がバックパックキャンプに持っていくのはこういうね薄っぺらくてパッキングしやすい焚き火台、これがやっぱり多いです。ここでね俗に言うピコグリル型の焚き火台です。本家がピコグリルの398というモデルなんですけど、なんせ 1万4000円するんですよ。ほとんど見分けがつかないぐらいうり二つの構造で、ちょっと重かったりバリ処理が甘くて手を切りやすかったりっていう欠点こそあれど、私は2500円ぐらいで確か買えたんでパチグリルなんですけど、これを愛用してます。ちなみに春のキャンプを想定してますけど、まだまだ地域によっては寒いですよね。そんな時にこのピコグリル型の焚き火台でじゃあ暖を取れるかっていうと微妙です。向き不向きがあって、
そういう時はこのソロストーブを持って行ってます。これがまあ一番小さいモデルなんですけど、この次にタイタンっていう中ぐらいのモデル、さらにキャンプファイヤーっていう、まあ、ちょうどこれです。こういう大きさのモデルがあります。燃焼系の焚き火台では、頭一つ抜けてすごい焚き火台なんで、春先とか晩春、まあ冬ももちろんそうですけど、こういうソロストーブ、燃焼系の焚き火台を持っていくこともあります。あなたはバックパックキャンプ、荷物減らしてるってことは、焚き火台ぐらいしか持っていかない、そういうスタイルなんじゃないって思ってませんか？いやいや、全然そんなことないです。私は結構焚き火周りの道具持って行ってます。まあ、ざっと紹介するとこんな感じです。耐火グローブ。もうこれは炭が落ちたとか、あとキャンプの翌朝。まあ、燃え切らない薪とかどうしても出てくるじゃないですか。あれを薪捨て場まで持っていくなんていう時は、これをはめて焚き火台ごと持っていくことが多いです。で、皆さんおなじみの火バサミ。まあ、最悪ね、一瞬だったらこっちで掴めちゃうんで、いらないっちゃいらないんですけど、これは野良道具製作所っていう場所が出してる火バサミで、めちゃくちゃ重たいんですよ。ただ、この鉄の塊。なんか、ロマンがあるんで持って行ってます。あとは、着火剤。まあもう使い差し感満載なんですけど、まあこれがあれば薪がめちゃめちゃ湿ってるなとか、キャンプ場に焚き付け落ちてないやみたいな。そういう時に、パッと火がつくんでおすすめです。あとは、まあ見せかけだけのこのティンダーポーチってやつに、ライターと、皮膚規模。最近は100均なんかでも売ってます。さらに、麻紐を入れてます。慣れてくれば、麻紐と薪だけあれば、もうナイフでね、焚き火ができちゃうんで、そこを目指してみるっていうのも面白いかもしれませんよ。ちょっと想像してみてください。あなたがプロのカメラマンで、明日モデルさんの撮影をやります。絶対忘れたらいけないものって何ですか？当たり前ですけど、仕事道具のカメラ、これ忘れちゃったら、話にならないですよね。キャンプでいうところの、そういった道具が、ナイフです。ナイフっていうのは使い方さえマスターすれば、聖剣エクスカリバーじゃないけど、本当に無敵感が漂っていきます。初めのうちはもちろん食材切るとか、ちょっと薪を割ってみるなんていう使い方からでいいと思うんですけど、慣れてくるとフェザースティックって言って木を薄く削るんです。それによって表面がちょっとぐらい湿った薪でも燃やせるようにしたり、あとはこういうファイアースターター、これをナイフの背で削ってやることで簡単に火を起こすことができます。もちろんその火種っていうのはごくごく小さいんで、さっき紹介した麻紐なんかで拾ってやる必要があるんですけど、ライターを使わずに自分で火を起こすあの感覚、慣れると病みつきになりますよ。これはスウェーデンのナイフメーカーなんですけど、モーラナイフって聞いたことありますか？まあ、北欧ってブッシュクラフトとかの発祥の地って言われてて、いろんなメーカーがあるんですけど、まあ、私たち日本人なんかも扱いやすい、すごくバランスのいいナイフがリーズナブルな価格で揃ってる、そんなメーカーです。まあ、ヒロシさんなんかが使ってて有名ですけど、スウェーデンの隣国ノルウェーにヘレっていう会社があって、まあ、そこのナイフとかも持ってるんですけど、グリップが大きくて小指が引っかからないみたいなことがあるんですね。なんでモーラナイフ、刃物の重心とかグリップの握りやすさ、この辺りがね、本当にベストマッチなナイフかなと思うんで、ぜひ検討してみてください。エントリーモデルとして多くの方が選んでいるのがこのね、モーラナイフのヘビーデューティーっていうモデルです。この刃の厚みは 3.2 ミリで、モーラナイフのハイエンドガーバーグっていうモデルと厚みは同じです。ナイフの刀身は半分までしか入ってなくて、フルタングでは残念ながらないんですけど、十分にバトニングまでできちゃいます。ステンレスカーボンあるけど、ステンレスモデルとかだとメンテナンスもある程度サボれるんで、ぜひ検討してみてください。悲しいことに、世界中が注目した2015年のネパールの地震、10日間でなんと9000人の方が亡くなりました。しかし同じ10日間の間で、汚染された水によって9000人の子供が命を落としています。キャンプ場なんかで痛感するのは、本当に人は水がないとどうしようもないなっていうことです。私たちのライフラインを支えるためのウォーターグッズ、これはバックパックキャンプでも欠かせません。ブッシュクラフトの世界なんかではよく言われるんですけど、3日間水を飲まないと人間は死んじゃうらしいです。それとか、成人男性が1日に必要な水分量、これは2リッターは必要だよっていうふうにも言われています。ただここで問題が出てきますよね。2リッターの水って重さにするとそのまま 2kg になるじゃないですか。これが徒歩キャンプにおいては結構困っちゃうんですよ。そうなるとキャンプ場に着いてから飲み水を作れたら一番いいわけです。それで最近使ってるのがこのグレイルのボトルです。このまま水筒になるんで結構重宝してます。これは150リッター、300回に1回カートリッジを交換してやる必要があるんですけど、まあ、ぶっちゃけコスパで言うとそんなに優れてないです、コスパ重視の方はソーヤとか38万回でしたっけ、天文学的な回数浄水できる浄水器もあるんですよ。
まあ、そのあたりがおすすめなんですけど、キャンプ場の蛇口をひねって飲み水に変えられる、こういう浄水器一つあると徒歩キャンプでは重宝します。次はカトラリーとウェットティッシュです。標高3190m、相当山好きの方だったらもうこの時点でわかると思うんですけど、そう、日本で3番目の標高を誇る奥穂高岳に去年登ったんですね。それが私の人生で初めての本格的な山登りだったんですけど、キャンプしかしてなかった私からするとすごく疑問があったんですよ。標高がすごい高い場所、インフラもないだろうし、どうやって食器とかを何日間も使い回すんだろうと。キャンプ場だったら炊事場で洗えるし、まあ、特に不自由ないじゃないですか。ただこの疑問が実は今に生きているんです。キャンプでもそれまでは炊事場に持って行って洗う、これがセオリーだと思ってたんですけど、焚き火見ながらいい気持ちになってこう夜ご飯食べ終わった後とかに食器洗いに行くのって結構面倒くさいじゃないですか。ただそうは言っても放置したまま眠っちゃう、これも翌朝めちゃくちゃ痛い目を見るんです。まあ、その時に重宝するのがウェットティッシュで、食べ終わったらすぐに食器だけ拭き取っておくと。そしたらテント内で完結しますし、翌朝食器はそのまま使い回すことができます。お皿はさっきのお鍋の蓋を使うんで持っていきません。カトラリーセットはあとスプーン、フォークか、お箸、このどちらかを持って行ってます。あと残りが小物類です。これマジで忘れやすいんで、もうキャンプの前日ちょうどねシークバーでこの時点まで動かして忘れ物ないか最終確認してみてください。まずはゴミ箱代わりの袋です。まあ、これはスタッフバッグって言ってナイロンでできてて完全防水なんで匂いも漏れないし液体とかも漏れません。登山ショップなんかに行くと売ってるんでおすすめです。続いてが枕です。もうこれ徒歩キャンパーだったら、まあ極端な話わざと持っていかない方もいると思いますけど、枕は経験上あった方が段違いに寝れます。で、徒歩キャンプとなるとどうしてもねエアピローにならざるを得ないんですけど、その中でめちゃくちゃいいアイテム見つけました。登山家の間では有名なメーカーなんですけど、ニーモが出してるフィットエリートっていうエアピローです。肌触りもいいんで超おすすめです。エアピローのカバー外せばもちろん洗濯できるんですけど、タオル洗濯する方が圧倒的に手間が減るじゃないですか。まあ、そんなわけでタオル1枚はある方がいいです。おすすめのタオルはパックタオル、 NSR サーモレストプラティパスで有名なカスケードデザインが出してるメーカーなんですけど、このタオルの4倍の重さの水を吸うことができて、さらに乾くのはコットンの 1.5 倍速です。機能だけ見るとマジでバグってるタオルです。ちょっと高いけどこれ概要欄にも貼っとくんで一度見てみてください。あとは歯磨きセットと救急セットです。救急セットの中は絆創膏だけはもうマストで入れといてください。他にいるとしたら薪とか掴んだ時にトゲが刺さっちゃうこと結構あるんですよ。まあ、それを抜くためのピンセットとか虫刺されとか火傷、ほぼ何でもいけるようなこういうステロイド軟膏、こういうのもあると毎日の時に安心です。最後のアイテムが保冷バッグです。まあ、これ紹介するのは料理ができない私からするとかなり荷が勝つんですけど、この中はナルゲンで一番小さいサイズのボトルに入った調味料を4種類入れてます。油、醤油、みりん、コンソメ、簡単な料理しかしないんで、まあ、こんな感じなんですけど、あなたの方がきっと料理はできます。まあ、食材をどれだけ買うか、そして何を作るのかによってこの辺はあなたの中で工夫してみてください。ラキャンピン、はい、いかがだったでしょうか。悲しいことにあなたが今この動画を見てくれてる時点で私はさらにいいキャンプ道具を見つけて、今回の動画で紹介した道具をメルカリで売り払っちゃってる可能性もあります。はせっかく買ったのになんだこいつって思うかもしれませんが、それがキャンプギアの世界なんですよ。日進月歩で新しい道具が出てくる、使ってみたらめちゃくちゃ感動するみたいなことが1年に1回ぐらいはあるんです。それでもたった一つだけ確かなことがあります。2023年の3月、今の時点で私がバックパック一つでキャンプするならこの道具は外せないと、もう自信を持っておすすめできる道具しか今回の動画で登場させていません。ですからよかったらあなたのキャンプスタイルの参考にしてみてください。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございます。